武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回は国際教養大学の国語の勉強について話していきたいと思います。国語とは言っていますが、実質、小論文ですね、出てるものとしては。内容自体は、まあ、長文、文章が1題出て、それに対して、まあ、問題が1題か、まあ、2、3題程度で、トータルの各字数が大体、まあ、500字から600字程度ですね、記述するような形となっています。で、まあ練習としては先ほどみたいに小論文の練習さえしていれば十分で、そもそもあの英語の試験自体が小論文の要素を兼ねているところはあるので、どのみちその英語を解くためにも小論の対策をする必要があるので、まあまとめて対策しておいた方がいいという形になります。で、まあこちらの国語の方の小論文のですね、難易度に関しては割と一般的な内容が多いので、小論文の書き方しっかり練習して、それプラスネタ本、まあ、最低1冊できればまあ2冊程度練習しておけば、まあ読み込みプラスまあその内容をまとめる練習などしておけば十分対応できるかなと思います。ただ小論文にいきなり最初から取り掛かれない場合には、武田のルートの現代文読解の開発講座などですね、の要約問題などをやった上で小論文の対策に入った方がいいでしょう。で、小論文の対策として使うのは、まあ田村の優しく語る小論文など、基礎的なものからやって、小論文の完全ネタ本と、小論文の、完全攻略本ですね、こちらを使用して、まあ、書く練習をしておくと。で、与えられる、文章に対して求められるテーマというのは、まあ、内容を説明することと意見論述ですね、なので、まあ、考えて自分なりの意見を書くと。いう、まあ、割とオーソドックスな、内容になってます。で、ただこれは国語だけ乗り切れればっていうことを考えれば、正直英語の方がここ要求されることが難しかったりはしますので、そちらの英語の、テーマに対しても対応できるように、やり込んでおいた方がいいでしょう。何よりも、書く練習、そして、書き直して自分の回答を精査する練習、まあ、回答を向上させる練習というのをしっかり、やるように心がけてください。以上が国語の勉強となります。